今シーズン開幕戦の優勝者は遠藤翔吾、第2戦も遠藤翔吾、そして第3戦は水野幸喜、第3戦からマテリアルを変えた遠藤翔吾は第3戦と、そしてこの前の鈴鹿と今回も若干苦戦中です。今もキャブを合わせながらバックストレートをゆっくりと SGA とアプローチをしていきます。水の横には富田、まだ横というよりは後ろについています。富田、さあスタートは切られるか、ホームストレート、スタートは切られました。スタートダービスの攻撃に対してスタートで止めなきゃというようなメンバーが一気に襲いかかっていく。この1コーナーから2コーナートップ、水野幸喜、2番手には遠藤翔吾ついてきた、3番手大遠藤、ヘアピンで入る、序盤勝負だ、富田蓮も突っ込んできた、富田蓮が2番手に浮上、3番手に水野、4番手に白石、5番手に竹中、大地と続いてタコツボに入っていく。タコツボでは変わりません。さあバックストレート、遠藤翔吾をトップ以上で後ろを確かめた、2番手は富田蓮がインサイドを走っている、水野幸喜はそれに対して攻めあぐねている、富田蓮はもう前に出したくない、水野幸喜を何としても抑えていかなくてはなりません。最終コーナーから立ち上がってくる遠藤翔吾は、これはちょっと苦しい、2コーナー入られる、そのまま水野にも入られる、さあどうだ、アウトサイドに膨らんで戻ってこれるか、2番手で戻ってきた、そしてリアピンでは返せない、トップは富田蓮、富田蓮後ろを振り返る、遠藤と水野がついたまま、タコツボ、富田めっちゃインサイド守ってます、終盤かのような、もう絶対前に出したくないというような、そんなラインを走っています。富田蓮バックストレート、遠藤に向かって水野入る、一瞬インサイドにマシオンを寄せてアウト側に振った遠藤のその突きを水野幸喜ついてまいりました。2番手に浮上、遠藤これは痛い、3番手には白石、4番手には長谷、4番手には白石、5番手には竹中がぴったり、そして水野2コーナー入る、公式練習の時からの速さを発揮しているか、なんとか富田を戻したかったが追いつきません。これで水野幸喜トップに戻ります。2番手3番手ドライバーはもう一度手を考えなくては、タコツボ飛び込む、そしてどうする、後ろから遠藤がアウトサイドに振ってもう一回見た、どこ行こうかの状態になっている、インナーに水野、そのインナーに遠藤、うわーインサイドに3台並んでアウト側から白石、白石が遠藤のインナーついた、3番手に浮上、白石これはよく見てました、狙ってました。白石トップ3が並んでインサイドというのはなかなか見られるものではありませんが、第1コーナーに対して富田が後ろから水野攻め上げているかのような状況、そこに白石が加わってきました。シニアマックス日本代表をかけたガチのポイントバトルとなっています。さあそしてヘアピンで水野幸喜入りたいが、これは富田が鼻の下で前を押さえていく、そして白石が一番から入ってきて、タコツボでは白石が前に出るか、水野、ああそのインサイドから竹中ひじり、竹中ひじりが入ってきた、そしてぐちゃぐちゃになって遠藤翔吾を頑張って後ろが当たる、当たる、あぶな、当たりながらもなんとか水野を踏みとどまったが、水野はこれで6番手7番手までドロップをしてしまいます。思わぬ展開になりました。今回は速さ的には盤石かと思っておりました。水野幸喜がここで7番手にドロップ、トップは富田、2番手白石、3番手遠藤、4番手に松崎良平です。この松崎の周りで結構先ほどバトルがありました。5番手に竹中、6番手に水野、7番手には安田でしょうか、これ上がってきております。バックストレート遠藤、富田蓮が単独になって現在トップをひた走っております。唯一最大の脅威だった水野幸喜はドロップして、それでも2ポジション戻して、現在は水野幸喜5番手です。水野の前には松崎良平、これも一筋縄ではいかない相手、攻略できるでしょうか水野幸喜。その前には遠藤翔吾、予選と同じようなパターンならば
後ろは決して前には出させない、そんな走りをするでしょうが、遠藤勝負を見ても前の白石正則は捕まえておきたいところ。白石は今シーズン5位に2位と来ていまして、調子は上げてきているので、遠藤勝負にとっても脅威のドライバーの一人です。さあ、上位陣の顔ぶれはいつもと同じような感じになってまいりました。4番手にいる松崎良平がいつもとは違うメンバーです。松崎、今シーズンの最高位は8位。さあ、この4番手というポジションは今までの3番手ですが、後ろから西野幸喜にコーナーインナー飛び込んでくる。3コーナーでも松崎インナーにマシンを振りますが、クロスラインは取れません。西野幸喜がブレーキングでもぐっと詰めて遠藤勝吾の後ろに近づいてきます。トップ富田蓮、2番手白石、君山キックは序盤からかなり激しいバトルになりまして、現在中盤がじりじりとした展開ですが、さあ2番手の白石にちょっとミスったか、一気に後ろが追いついてきましたね。さあ、これは分からなくなってきた。2番手の白石正則、最終コーナーから立ち上がってきますが、トップ2のタイムギャップが一気に広がった。白石正則ですが、いや白石にとっても自己ベストはキープしているんですが、後ろのドライバーの上げ幅がそれよりも大きいということですね。ミスのコーチファッセスト、そして遠藤勝吾のインサイドヘアピン飛び込んでいきます。遠藤は立ち上がり重視のラインにして、これだったら鎖骨もいけるかというような立ち上がりを見せたが、あと一歩鎖骨では飛び込めない。トップ富田蓮変わりません。2番手白石、3番手に水野、水野は1回また1回と抜いて這い上がってきています。まもなく白石も捕まえるでしょう。今回昨日の段階から他のドライバーよりもコンマ 2,3 常に速かったという水野幸喜、前の白石のお尻をずらして空気抵抗を増やしていきます。さあ、西野がコーナーで飛び込む。西野幸喜2番手入場。トップとセカンドのタイムギャップは1秒299、現在の周回数は8周、残り周回は10周あります。トップの富田のラップタイムは46秒85で、これで自己ベスト。西野幸喜はセクター1では最速、パスをしながら最速をマーク、先ほどの段階でも46秒7、パッシングをしながらでもコンマ1速いタイムになっています。水野幸喜となるとこれは十分に追いつけそうです。さあ、富田がセッティングをどこに向けて絞っているか、うわー、46秒578、パッシングを一瞬につきコンマ3縮めてきた。これはあっという間に追いつくかもしれません。レース終盤というよりも後半に入って早々に追いついていくかも。決勝ヒーターはここで折り返しです。水野の後ろの白石、水野のペースにはついていけない。白石の後ろには遠藤がいます。少し離れまして松崎、その後ろに安田、竹中、そして大地龍と、竹中ひじりは予選でちょっと落ちてしまったんだけれども、なんとか返していきたいと言っておりました。やっぱり気になるのはラジエーターの水温の問題に、真夏らしいジレンマを抱えながら各ドライバー走っております。特に5番手、6番手、7番手、8番手争いのこの4台なんかはぴったりついていますから、水温の当たりすぎるのをセーブしながら、時々はフリップストリームから顔を出しながら、おっとっとバトルをしていると思いますが、今竹中の後ろから第一ゲートが若干接触しました。タコツボでは竹中は一番インサイドを走っていきます。現在5番手争いが熱くなっておりまして、5番手の一つ、6番手やった、そのおっとその後ろ、竹中ひじりの後ろで第一リュートが結構竹中に対しまして接触をしておりますが、あー、ここでカーナンバー7番のザイツリュートに対しまして、プッシングボードが提示されるようです。さあ、その前では安田はじめが松崎良平に対してインサイド取っていった。安田はじめ5番手入場です。さあ、カーナンバー7番に対してプッシングボードが提示されます。トップ富田、2番手に水野。さあ、この差が一気に縮まってきた。西野幸喜が46秒537という
バスケットを更新して前を追っている。トップ10のタイムギャップはみるみるうちに縮まっていきます。3番手白石に対しましては4番手遠藤翔吾がこれも近づいてきています。ホームストレート、残り周回数は6周。3番手4番手のタイムギャップはこんなにです。今バトルが一つ勃発しようとしているのはこの上昇台の一角を争う2人、白石と遠藤。そしてその後は先ほどまで非常に激しかった4回パックの5番手争いですが、現在ジャイクリュートが前の松崎良平に対しまして依然として猛アタックをしております。一旦セッティングボードを出されてしまいました。次にあったらペナルティも待っているかもしれない。ここはクリーンに行きたいところ。最終コーナーから立ち上がってきます。ホームストレート、3番手4番手がまた接近しています。ほんま2、3トップチームをコンマ4まで縮めてきた水野コーチ、走れば走るほど速くなっています。毎周回バスケットを更新しています。水野コーチ46秒4まで上げてきました。46秒499。富田凛の後ろに近づいていく。富田凛がもう早くレースが終わればいいと思っていると思います。残り周回4周スタートして、その後ろ3番手4番手争いもいよいよ本格化してきました。5番手には安田はじめも決勝ではスピードを上げてきています。最終セクション、ホームストレート、トップ2タイムアップコンパニースタートして、いよいよ水野コーチを富田凛がロックオン。3番手4番手のテーブルの上に近い状態。まずはトップ2がヘアピンへ。富田凛が後ろを意識し始めました。ライン的に微妙なところを走り始めています。タコツボイン側をしっかりとがっつりと守っていく。こうなるとアウト側から水野コーチスピードを持ってくる。しかしその仕掛けのところがバックストレート、エンドも富田凛がイン側をがっつり、となると吉島2個目ぐらいでイン側取れるか、どうだ。ここからスピードが伸びていくんだろうけど、これはダメ、ここはダメ。最終コーナーから立ち上がってきます。残り周回数は3周。1コーナーから2コーナー、富田凛がもうなりふり構わず止めに行かなくては、そんな状況になっています。後ろから水野、明らかに速さは水野の方がある。みんな今回は分かっています。分かっているだけにもう譲ることはできないという、そんなトップ2バトル。3番手以降もバトルをしながらそんな様子を見ているでしょう。さあどうだ、タコツボ。立ち上がりで水野コーチは伸びてくる。先ほどインサイドを守っていたのは分かったから、アウトから行くんじゃないか。どうだ、バックストレート、遠藤。どうだ、富田がインサーを守ってる。 S 字の2つ目は入れるか、入れるか、入れるか、入った。最終手前と水野コーチ、富田凛をかわしましてトップに浮上。さあ富田はどうする。残り周回数2周、みんなスピードを上げていくかのような、後ろ突き放すかのような2コーナー。富田は何としても少々無理をしてもという局面。やっぱり、やっぱり少々無理をしても飛び込んできた富田凛、トップ入場。でも水野は落ち着いている。チャンスがあればいけるって分かっている。水野コーチ、さあ高窪から立ち上がってくる。3番手争いの3台の接近戦になっています。バックストレート、インサイドを守っていく水野コーチはまた内側に攻めながら、富田凛ももう分かってるから絶対開けない、開けないけど、この2人こんだけやってたら後ろも近づいてくるかも。さあ次がファイナルラップです。どうなるこのバトル。決戦はあと1周。1コーナーから2コーナー、富田守りまくってる。3番手争いは白石と遠藤。2コーナーでは遠藤が少し遅れたか。ヘアピン、水の入れない。富田が守ってます。立ち上がりギリギリでもタコツボ入れる間合い。富田は当然インのイン、水のインのインに入った。インのインに入って立ち上がりはどうなの。立ち上がってきます。バックストレート、そしてインサイド守る。アウトから試合し、スリーワイド。バックストレート、遠藤、後ろから遠藤と、それから安田も来て5台になって、最終セクション立ち上がってくる水野コーチ。最後の最後は水野コーチ。
2番手は富田、3番手白石、4番手遠藤、5番手安田。最後のバックストレートエンドのスリーワイドはどうなるかと思いましたけれども、水野幸喜守りきりました。今回速さに関してはもう間違いないぐらいの調子の良さがありました。しかしながら決勝序盤の接触などによって一気に7番手までドロップ、そこから1台また1台と抜いて、最後は素晴らしいバトルだったと言っていると、カーナンバー40番 HRS ジャパン水野幸喜、今シーズン2勝目となります。